浪曲天狗道場とは、民放ラジオ開局直後のラジオ浪曲の前世紀、昭和30年代に、ラジオ東京で一世を風靡した浪曲の土地ンの素人参加番組である。戦前から引き続き、ラジオの浪曲が大人気を持つ中、1954年4月7日に、正岡博士、東屋楽や三角博士、 小島定時を審査員に司会は、アナウンサーの芥川隆之で始まった、素人浪曲のドクラベを、前身番組として、同年10月26日に始まり強烈な個性で、人気を集めたのが、聴取者参加の浪曲モノマネ、浪曲天狗道場だった。先行した日本文化放送の浪曲学校を、スポンサーごと引き取り放送することに一度は決まるが、 日本文化放送が巻き返し、互いに譲らずに局が同企画で競合することになった。スポンサーの対象制約は板挟みとなり、系列会社の目白制約にラジオ東京の方を引き受けさせて落着したが、別の出演者で後を追った、老極天狗道場が本家のお株を奪い、圧倒的な人気番組にのし上がる。新聞はこの行きさつを民放、スポンサー獲得に、大笑わらは、 老曲学校に KR と文化で一波乱と報じた。その人気は1回分の出場者6名に対し応募者が週に500名を超えたほどであった。背景には大衆の演芸として老曲自体が大いに親しまれていたことと思わず真似をして一説うなりたくなる心理を巧みについた企画であったということがある。指南役と審判に一流の老曲師を廃止。 参加出場者は、まず入門の試験に合格してから、初段から9段まで進む形式で、賞金も次第に高額になった。番組の成功は、審判役相模太郎の個性に追うところが大きいが、内イに続く、玄関版の、道レの掛け声や、入門や、商談試験合格の太鼓の音は、聴取者に強い記憶を残した。関東全地域。 夏季民放在京三局高長主立番組1957年1956年には、在京ラジオ各局で同様の思考の番組が続々と現れ、NHK、仲良し老局会、日本放送、のど比べなんでも、大学、日本文化放送、老局化合戦と最大5番組が同時期にしのぎを削ることになった。また、 大阪では1956年1月、新日本放送の何和節天狗道場も始まり、東京では日本放送が放送した。番組中期以降、浮世風呂と称して、銭湯を会場にしたり、年始に放送する、年男、年女大会で、政治家、王の万木や力道山、飯田長子、寺内大吉、横山道よらに浪曲をうならせ、話題作りにも努力した。 ラジオ普及率が80%を上回る数値に達する中、ピークの1957年には、この番組、老極天狗道場の聴取率は23.8%に達する。その後も20%前後を推移し、6年間にわたり民放の主位であった。神奈川県横浜市にある放送ライブラリーには、1964年6月1日放送分が、 聴取可能である朝日放送で関西にネット対象アワーとタイトル冒頭明記あり同時起動1時間帯が通日に対象制約提供の時間が選挙した演芸周り舞台が使用等この番組は大英により映画化されたまた発足直後のテレビ部門でテレビ番組化された映画化されたラジオ番組はドラマを中心に数多くあるが 素人参加番組の映画化は異例のことである。すでに浪曲はレコード、映画、大会による鑑賞が主となり、中心となる寄せ定石は東京から消えていたが、1955年8月13日、東京、南千住骨通りにすでにあった漫才中心の色物石、立友亭が浪曲定石に衣返し、工業の合間、舞台を 一定時間浪曲ファンに開放した。老曲天狗道場と同じ形式でうなることができたわけである。長く長手率トップ番組であったが、ラジオ離れで1961年から回に落ち、戦後も引き続き絶頂期であった老曲の体調をも象徴することとなる。プロ野球のナイター中継がレギュラー化するなどしたが、結局同様の番組では最も長寿番組となった。 ありがとうございます。